まだかな。ごめん、お待たせ。あ、待った？全然待ってないよ。今日は何日でしょう？今日は2月14。そう、何の日だ？なんだろう、わかんない。2月14、わかんない。今日はバレンタインです。嘘。どうぞ食べて。僕にくれるの？うん、準備してきたんだ。ありがとう。これは何？スポンジケーキ。スポンジケーキ？スポンジケーキ？ケーキじゃなくてスポンジケーキなの？嘘。ケーキが食べたい。じゃん。はい、ということで、はい、はい、ということで、今日は、はい、はい、今日は二人でバレンタインデーのケーキを作ります。イエーイ。見に来てくれてありがとう。ハッピーバレンタイン。寸劇から始まりました。待って、低すぎるなこれ。でもさ、下見えないもんね。下見えないけどさ、作ってるさとこをさずっとさ映してんのさ、こんぐらい。あ、いい感じ、いい感じ。ピッ、おお、よしよし、始めましょう。じゃーん、イエイ。じゃあ作っていきましょう。はい、30分で目指す。もっと上どうする？あ、落ちた生麺。でも見えないね。もうさ、手、あ、もう、あ、いいんじゃないの。どっちがいい、どっちがいい。うん、あの、うん、どうしようかね。どっちがいいかな。カメラが安定しないよ。もういいよこれで。もういいよ、もうなんか見てるさ、みんながこうやってさ。そうね、椅子座ったらちょうどいい説。確かに、座ってみよう。よしよしよし。あ、多分いい感じ。よしよしよし。いやー、おえ、なんかワンじゃん、映りそう両方。ギリ、お、いいじゃない、いいじゃない。うん、よし。さあ、ということで、ということでクッキング、クッキング、作っていきます。頑張るぞ、頑張るぞ。おお、じゃあ、ななこは、はスポンジケーキに、はい、土台係です。土台係で、私は、はい、フルーツを切っていきます。よし、ちなみに、紹介しとく材料しよう。じゃん、主役、こちら、主役のスポンジケーキ、チョコ味です。イエーイ。で、フルーツがブルーベリーとイチゴ、見えてるね、イチゴとみかんです。これはあの缶詰のみかんです。で、ヨーグルト、ヨーグルトとココアパウダーとこのカラフルな、なんだろうね、チョコ、チョコ、チョコと、あとチョコペンとかね、まあね、いろいろ、まあ、よしです。あ、いいよ、はい、置いとくね。よし、じゃあ作っていきます。これ話しながらさ、コメントがさ、ぽいね、見えない。何を持ってるんだろう、これ見て。そうだね、みかんくださいとか。みかんください、食べる？食べたいね。食べよう、食べつつ。一個食べる。私ブルーベリー食べよう。うん、食べるよ。うん、美味しい。うん、めっちゃ美味しい。ちょっとね、うーん。生き返るわ。美味しいね。よしよし、じゃあ、うん、はい、どうぞ。はい、なんかさ、いちごってさ、ヘタをさ取るタイミングでさ、うん、甘さが変わるみたいなさ。え、何それ、そんなの。取っとく、いちごとっとこうか。うん、なんか、あ、それ大根かな。
大根じゃない。大根だっけそれ。いちご聞いたことないよ。ないか。あ、いや、トマト、トマト。ここ切るね。オッケー、よいしょ。それに入れちゃう。ね、もうね、ゴミでいいよ。ゴミで、はい、これちょっと話しながら、話しながらさ、やらないとさ、ちょっとさシュールな感じになっちゃう。シュールになるしさ、これでいいよね。うん、いいと思う。美味しそうだよ。これが上か。あ、歌いそうになった。危ない。危ない。緊張すると。睨まれた。睨まれた。うん。歌っちゃいけないんだ。欅以外の曲はね。ふーちゃんなん、あれ歌ってほしい。ん？うん、五人林の。なんで？バレンタインで？ああ、バレンタインで五人林歌うの？え、それ一番それっぽいのなんだろうね、欅の。バレンタインって恋愛の曲？そうね。恋愛の曲？バレンタ、あ、バレンタインでもらえましたか皆さん？もらってないってあげます。今から作ろう、うん、怒んないで。嘘だよ。嘘だけど。お母さんにもらうとかありそう。確かにね、学生の人はね。ね、そうかもしれないね。これ絶対全部使わない。上に乗せるの。あ、形綺麗なの取っとけばよかったね。あ、大事。綺麗綺麗それ。わーわー、わあわあ、これ綺麗だった。やった。でもこれちっちゃいから何個ぐらい？3つぐらい。そうね、それぐらいしかなさそうだよね。そうだね、うん、じゃあ3つ綺麗なの激戦しとくね。あ、これ綺麗。あ、それなんか食べたい。食べたい。余ったら食べよね。今日はね、レッスンだったんだよね。ねえ、長時間のレッスン頑張りました、うん、いっぱい歌っていっぱい踊った。発声練習したんだよね。だから今歌ったらうちらめっちゃうまいよね。まあ、いつもよりかはね。それはそう。形綺麗ないちご、これかな。ちょっと白いけど待っててください。はい、よし。あ、ここ切れば。これちょっと嫌だよね。ここ嫌だ。美容師になった気分。なんか美容師、あ、カーマ、うん、カーマ剤、カラーズしてるみたい。確かに。久しぶりにそれやったよね。できなかった最初5分ぐらい。なんだっけ、リップロールだっけ。最初のさ、ケアかけでさ、うん、あのオゼとかがさ、こうやって、うん、あ、オゼ見てる？絶対見てるよ。今日さ、メンバーがさ、みんなさ、見るねって言ってたんだ。鈴本も見るねって言ってた。見てるかな。いい時間にね、ご飯食べながら見てそう。確かに。あ、うわ、花びら。また花びら。何の花だろうね、イチゴの花？あ、イチゴの花だ。ない？桜っぽいね。ね、白い花びら。キルキルさ。そういう、なんかそういうイチゴの方が美味しくない。でもなんか、あ、分かる、あの甘いんだよね、ここ、ね、こことかが。そうそうそう、ここ、ね、溜まってるんだよ。食べるように。なんか今鳥肌立った。何？分かんない。寒い寒い。ちょいちょいコメント読まないと。楽しそう。楽しいよ。楽しいね。女の子ってさ、いいよね、こういうのが。ね、もうバレンタイン作ってないもんだって。なんか最近なくなったよね。なくなったね。ケーキ。女子力の低下。日々低下してるから。日々低下。メンバーといるとね。ね、そうなんだよね。どうしてもね。それあるあるよきっと。え、もう上がることないよねでも。それはさ、え、でもさ、他のさ、うん、私アイドルさんのさ、うん、あの見たりするけどさ、うん、上がってる？あの、そうそう、バレンタインですごいやってるよ。だから欅もやろうって思えばやるんだよきっと。やんないか。やんないのかな。どうなんだろう。もう一回なんかもうしなくなったら終わり泣きするけどね。うちは1年目だけじゃなかった？そうだと思う。やったの、うん、私ギリ2年目までね。
あげてみんなに40個50個ぐらいさ、うんうんうん、あの W 欅坂の歌の MV 撮影の時にさ、はいはいはい、配ったね配ったよね一緒に配ったよね。でガナちゃんガナちゃんあその時はガナちゃんかそうね30人ぐらい32人とかで、うん、プラスなんかスタッフさんとかねでやってたよね。やったね。今思うとすごい膨大な数よ。でも楽しかったよ。楽しかった、うん、別にみんながねみんながやるなら、うん、やりたいんだけど来年やる来年めんどくさい。私でもね、うん、明後日作るんだ。メンバーに。いやメンバーになんかその時にただ普通に作ろうかなみたいな。そうね、仕事の方に。あーなるほどね。そうちょっと頑張って作ろうと思って。わあ私も作る。もうなんかさ今年これ、うん、これでやってるからいいかなって思っちゃった。うんうんうん、ねえ、いやこれをさバレンタインデーにさ私は夢だったんだよね。あのこうやってショールームでなんかやるの、うん、バレンタインの時ってさイベント なくない。なんかないね。毎年やりたいよねバレンタインの。上手じゃん。いい感じじゃん。もういいよね。乗せちゃうか乗せちゃう。ふーいちご乗せまーす。イエイ。見えてんのかな。多分見えてない。でも下げてみる。気持ちそうだね。ティッシュ。あ、全然見えてなかったね。でもさ、でもこのさ作ってるさ工程、あでもたまにはいっか。まあギリギリを狙った。ギリギリ狙った。ナイス。じゃあ乗せていこう。これがイチゴで、そうね、みかんで、ブルーベリー。いちごかね、ここら辺でやったらね、ここなら見える気がする。あ、逆じゃない？こっち行ったらほら奥になっちゃうからさ、こっち行っていいんじゃない？ほら。あ、本当だ。なんか白白で同化してたわ。あった。じゃあ乗せよ。乗せよ乗せよ。ありがとう。いっぱい乗せよ。好きな風に乗せてください。いいね。あ、かわいい。白に赤だけでかわいい。調子だな。何だっけ、誰だっけ、さっき作ったさ、作ったケーキさ、うん、ウーバーイーツしてみて。あーしーちゃんだな。しーちゃんだっけ。あ、そうだそうだ。あ、美味しい。食べてみ。え、食べた。いただきます。美味しくない。うん、時期だからだ。あ、これもすめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいね。新鮮な味。みかんも入れるよ。うん、ブルーベリーよろしく。え、めっちゃ美味しい。調子ね、うん、あのあれだ、今冬だから、うんうん、いちごが時期なんだよ、うんうん、めっちゃ美味しいわ。え、かわいくない？かわいい。これ一番上でいいぐらいだよ。一番上でいいぐらいだね。うん、うわえ、めっちゃ美味しい。もういちごいいね。いちごやばい。うちのめっちゃお腹空いてんだよね今。うん、うん、頑張った。5時間ぐらいやった、ね、今日頑張った。めっちゃさ、あのさ腹筋したんだよね。ね、久しぶりに腹筋したわ。曲名言えないけどさ、うん、曲名なんだっけ。めっちゃ早い曲、めっちゃ早い曲で、もう一丁よかったよね、みんな。ね、もうなんかさ、体硬くてさ、みんなのさね、こうみんな見てたな、この子と笑ってた。楽しかったよ。気づかなかった。一生懸命だったの。超一生懸命。ね、私も硬いんだよ、でもあれ。あ、本当に。ね、開脚開脚は、できるんだけど、うん、あのこういう、わかる、あの、なんか一番苦手なやつ。足をさ、寄せる。あぐらみたいなやつね。そうそうそう。あ、これさ、上からさ。上からもう一回いつか。あ、足りるか。足りるの？わからん。じゃあ行っとこう。あの、層が可愛い。うわ、見えてるかな。え、もう16,000人に見える。あ、見えないか。ちょっとなんか最近目悪くて、目が悪いのか分かんない。今すごくない？まあ、全然さ、ちゃんと喋ってない。やっぱね、この時間帯は見てもらえるのかしらね。何人に見える？私はもう予想して1万6000。あ、
待って16,939合ってる？え違うよ17,000増えた？17,000ってすごいね。引き続きいちご、あでももういちご乗せるだけか、うん、上にね、すごいね一瞬だね。食べる食べる、うん、ま美味しいね、ま、このいちご美味しいわね。いいいちご選んで、赤い赤い、いつも私ハズレ選ぶんだよな、いちご、うん、なんかねわかんないね見た目。でさみかんで結構さ、うん、なんかさゆるいさ、ゆるい、うん、ゆるいっていうのかなやつさ、うん、甘くね、ゆるいって何、皮とさ、ああ隙間になんか空洞あるやつね、そう皮と身の間にさ、はいはいはい、なんかピチピチなやつよりゆるゆるな方が、あれ見た目じゃわかんないよね買うときの、わかんないみかんはわかんない本当に、触ったらわかるけどさ、うん、ダニに聞けば分かりそう、うん、詳しいよ ね、 ね切ること終わっちゃったからどうしよう。えでも乗せていけるなんかこれ大丈夫かな思ってたよりさ硬くなかったねヨーグルト、ねゆるゆるだね、うん、いやでも多分ね乗せたらね、なるほどね、いく、はい、こういきますよ、はい、じゃんこれギリギリ、あでもいいんじゃないでもう一回行っていいんだよね、うん、もう一回言っていいんだよ。で最後このいちご 3体乗せてブルーベリーとみかんやって、ココアパウダーは 上からだよね、これでね、まぶしてこれどうする、なんかさ手で三角作ってさ、あ危険じゃない、無理か、危険危険、無理かね、みあちょっと待って、これさ言いたいみんなに、これ私今日買ってきたんですけど、茶色のね板、うん、このね、はいはいはい、板買って、うん、でねこのねチョコペン買って書けな、書いても意味なくないみたいなね、うん、それよく気づかなかったね、よく気づかなかったね、うん、逆に自分でもびっくりした、だってこれか茶色にさ茶色で書いたらさ見えないじゃんってね、そうだから、うん、だから、うん、さっきね考えたのがこの板にチョコペンで文字書いてこのねこのパウダーを上からかけたら砂絵みたいな感じで言えるんじゃないか説、うん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 、書く文字によるよね、細かくてもダメだし、バレンタイン、うん、そうね、ハッピーバ、あ多いか長いね、ハッピーバ違うバレン略してVT VT VT あーでも伝わるよ伝わる、でも愛がないよね、愛なくない、なんか VT って書かれてさ、バレンタインでカタカナでさ頑張る、うん、あ今やってみる、うん、やってやって、溶かさないと、おお湯持ってきます、早く帰ってきてね、一言も喋んなかったよそうじゃん、お湯持ってきたよ、はいはい、でもななこ一言もさ喋んないショールームやったよね一回、そうね、なんかねタイミング逃したんだよね完全に喋れない、そうもう喋れないと思った、ね、だもう行っちゃおうってこのまま、うん、このまま行っちゃおう、喋れなかった、今お湯でチョコペンを溶かしています、固まってるからね、あすごい完成にすごい、ね、近づいてるよ、でもこれさ持てないね、でここで食べるしかないこうやってそう切り分けるのはここ、いいよいいよ頑張った頑張った、見える位置だし、
メガネ何個持ってる？なんか新しいの買ってたよね。メガネ2個持ってる。2個か。おしゃれメガネと。おしゃれメガネ。メガネ新しいの欲しいんだよね。なんか赤縁の欲しいのが。いいじゃん。いいよね。なんか可愛い、ね。似合いそう。あの子。まゆゆさんとか赤だった。あー。わかる。可愛いよね。わかるわかる。何でかな。お、おお、お、早い。おお、もう塗り切っちゃったよ。うん。あ、できちゃった？できた。明日はじゃあ完璧だ。これでしょ。あのこの糸の部分だけさ、開けついてもらえればもういいよ、やってても。よし、じゃあ砂絵、今から砂絵方式やります。頑張れ。え、バレンタインでいい？うん、バレンタイン。いけるかな。え、集中集中。え、まず出てこないもん、チョコが。固まってんじゃない？下冷やした？冷やしてない。温めた？あ、待って、てかこれミスった。え、だって触ってみ、もう絶対溶けてる。ほら、え、すごい。え、待って多分、え、絶対ミスったじゃん。え、違う、ここ閉じてない、多分。本当に明日はこれ、え、溶けてるやつ。あっ、あー、来た。これ絶対描けないわ。だってこんなのも溶けてない絶対。じゃあもうちょっとね、うん、もうちょっとやっとやるわ。気が早かったね。そうね、見せとこうじゃ。うん、多分待って。あ、やっぱイチゴが好き。イチゴが好き。待って、ごめん、乗せるやつ。あ、なんだこれ。おお、あ、花、スポンジケーキか。あ、びっくりした。花、なんでも花。乗せるやつさ、切るの忘れてた。青いとこ切っちゃうね、うん、見栄え的に。なんか、やだから。どうする？待って、向こうに見える方がいいから、うん、ここがプレートだとして、うん、何その顔。うん、このプレートで、こうかな、うん、何個いける？待って、ここはさ、こうだとしてさ、うん、意外といける？ 5 個ぐらいいけるかもね。あ、でも形が。一回置いてみる？一回置いてみるか。うわっ、待って、嘘じゃん。え、解けたね。意地悪。チョコペン、ちょっと待って、勢いでいっちゃうわ。あ、よいよいよい。ば、ば。あ、もう今後悔してる。うん、バレ、うん、あ、いいんじゃない。バレ、うん、あ、真ん中だ、真ん中だ。バレン、完璧じゃん。あ、いい、かわいい。大丈夫かな。うん、余ったチョコペンさ。あ、ココアバーだ。お、どうする、先にやる、あと。え、なんかでも白と赤可愛い気してきたけどね。確かにケーキっぽさあるよね。とりあえずさ、これをさ、ファンのさ、皆さんに見せたい。この無意味、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 茶色に、茶色に茶色でバレンタイン。え、スナイ方式やる？やろうやろうやろう。え、やって。いや、いけるよ、いける。え、じゃあさ、持ってるからさ、ね、持ってるからさ、パラパラしてさ、で触ってやるから。マジか。ティッシュの上でとりあえず一回乗せて、それ大胆。あ、チョコバナナみたいな匂いする。よし、行ってみるよ。はい。怖いね。せーの。バレンタイン。積んだじゃん。これこそ積んだじゃん。これは積んだ。もういいか。でも伝わる人には伝わるよ。見ててくれた人にはね。そうそうそう。あ、すごい、これバレンタインって書いたんだ。よし。ひどい。ひどい。ひどいひどい。じゃあデコレーションしていきましょう。もう完成しそうだよ。ね。ココアパウダー。もう1個ぐらいイチゴいけそうだよ。ほんと？あと2個ぐらいいけそうな気するよ。はいは
とさ、みかんもさ、欲張り、ね、いや、いっぱいしよう。あ、かわいい、かわいい、ケーキ屋さんじゃん、こんな。みかんどうする？乗せよ、乗せよ。難しい。どこ？隙間？最後にするね、まずブルーベリーにするね。あ、チョコペンでさ、そのさ、プレートの前にさ、うん、なんか2月14みたいなさ。あー、いいね。そっちからいけるか？いけるかな。 2.14 みたいな。待って、こっちからの2が、あ、うまい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 2、すごい。天？天、天ちゃん、天ちゃん、山先なのね。そう、そこポイントだよ。あ、待って、4が、4だよ。ちょっと待って、4が、あ、わかった、わかった。あ、よいよいよい。うわー、すごい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 。ちょっとここ、あ、うん、みかん伝わったわ。伝わった、伝わった。もうこれでみんなわかるよ。みかんゾーン、ココパダいらんね。いらんな、これ。ね、ね、見て、ここ全部落ちね。ここなだれ。なだれ。え、どうする、みかん。え、ここになんかこう、こう、欲しいよね。オレンジ欲しいよね。うん。こういうやつじゃない？こう、風車みたいな。ああ、花？やっぱ箸欲しかったね。手で置いちゃうよ。うん、全然。あ、じゃあいいよ。お互い一緒にやろう。そうね、ギリギリを攻める。あー、これ2個で終わりそうじゃない？終わりそう。どうなんだろう。あ、あ、でもいけそうだ、うん、めっちゃね。え、なんかもうほぼ完成に近づいてる、うん、え、ブルーベリーも届けよう。そうだね、ハッてやろう。ブルーベリー祭り。あ、あ、あ、可愛いかもしんない。横にやるやる、いるの。でも横に、あ、可愛い、可愛いかもしんない。待って待って、え、どうしよう。今見てないけど可愛い、可愛い、可愛い。で、ブルーベリーを増やしていくね。全部？もういいね、確かに。もうここまで来たらもう半端ないケーキにしようよ。これちょっと無難だよね、このケーキで終わったら。でもほんとすごいね、うまくいったね。かわいい。食べてますね。食べますか？コメント用も、プレートじわるって言われてる。それはそう、見てる人には伝わる、ね。ああ、落ちたー。いちご。はい。はい。はい。ここさ、これってさ、落ちてきちゃったってことだよね。落ちてきたね。しょうがないか。食べる？うん、食べよう。これ完成でいいのかな？もうちょっとやる？もうしようがなくない？うん。うん。見てもらって。下げますか。めっちゃ声かけるとかも。でも綺麗なままでね。うん、じゃーん。ちょっと待って待って。周り綺麗にしない？恥ずかしくなってきた。この。いちごはめっちゃ美味しい。当たりだね。当たりすぎる。ちょっと皆さんに見せる前に。あ、ココアパウダーつかなかったね。ね、残念ながら。うん。下げましょう。せーの。じゃーん。かわいい。ケーキだよ。ちょっと待って。ケーキだー。この、この画角。じゃーん。じゃーん。あ、ここ拡大とかできないのかな。じゃーん、ね、いらんて。でもすごいすごいすごい、キラキラ。
いいんだ。あ、パチパチパチってやってくれてるみんな。食べたいって。ウェディングケーキみたい。ウェディングケーキ。顔下にすれば入りそうだ。すごいパチ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 ってやってくれてる。いやーくださいって。でもね、みんなのために作ったから。そうね、今日は本当に戻せます。はいはい、ということでね。え、どうする？いいの、うん、これで終わりで。もう完璧ですよ。食べちゃい、ちょうど30分だよ。お、ちょうど3食べて。じゃあなあこ、あ、これおかしい。やだやだやだ。なあこ先生写してください。お、はい、うんうん、じゃあ、うん、切り分け。うわー、え、もったいないね。なんかみんな食べよう。みんなで食べよう。みんな食べようぜ。イエーイ。みんなお皿とフォークを準備してください。あ、これ写真撮っとこうよ。あ、撮りたい。ショールームでさ、あと分かんない人いるからさ、きっとね、見えづらいし。大事大事。あ、ひなのちゃんがブログ更新した。わあ、いいな。読まれる。あ、ひな何から LINE が来てる。うん、これさ、撮っとこうよ。あ、なんか消えちゃった。何？何？難しいね。難しい。最悪。最悪。失礼します。失礼します。写真会？写真会です。包丁がなんかちょっと狂気。ごめんなさい。ありがとう。包丁ハケ。え、こっちから見るとめっちゃ可愛いよ。可愛い？え、超可愛いよ。すごい、いや、こっちも可愛いよ。いいんじゃない？正解ですね。あ、え、可愛いね。これ女の子が頑張って作った感出てるよ。すごい。作った。作ったね。作ったんだよ。やったね。楽しかったね。じゃ、もったいない。こっち、こっち食べよ、こっち。そうだね。そうだね。よいしょ。いや。アイチーズ。また包丁映る。すぐ包丁映る。いやー、ハッピーバレンタイン。チーズ。ありがとう。すいません。よし。すいません、写真会。すいません、写真会。食べちゃうからね。よし。ではでは、はい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 。緊張するね。笑っちゃった。じゃあ入刀。え、お願いします。ちょっと本当に私入刀する。入刀してください。これでもイチゴがさ、上のイチゴ、あ、こういう感じでいい。こういうさ、一角みたいな感じで。あ、最初こう横行っちゃう。横行っちゃった方が早い気がする。うわ、これこれだってイチゴがさ、うん、すいません、いちごこれ前にしちゃっていい？そうね。で、うん、そこら辺いい感じに。頑張れー。ファイト。ファイト。斉藤。ファイト。入刀。入刀。入刀っていう言い方でいいの？ケーキ入刀は結婚式ってことだけではない？全部？え、全部じゃない？全部か。じゃあ入刀で。よしよしよし。待って、これさ、断面図さ、見せたいじゃん、ね、でもさ、こっちやっちゃったからさ、あ、でもいいか、まあ、取り分けるときに見えるはず、ね、あ、したら、待って、こんがり切って、うんうん、いいか。ねえ、すごいね。絶対なんか可愛いと思う。はい、今とかして。見せますよ。え、怖い、頑張れ。いやー、これむずいね。あ、すごい。え、待って、すごい、なんか、あ、待って、大丈夫大丈夫。え、こっちの中がすごい、うんうん、待って、これもさ、これも可愛いよ。でもえ、ほら、あ、本当、待って、こっち見て、ここから見て、え、可愛い、可愛い、トロトロトロ、え、可愛い、断面図、え、すごいね。でもこれも、ほら、見せてあげて、みんなに。え、すごいよ。
うまそう。うまそう、うまそう。すごい。本物だ。おお。ちょっと、いいね。いいよ。すごい。いいよ。いいよ、これ。頑張った。あ、かわいい。かわいいね。かわいいです。かわいいです。私も着てます。頑張れ。あ、なんか、いった。いった。お腹空いてるからもう、あ、お、いいんじゃないですか。ザクッと落としたから多分中でまた断面図が。いいんでねーか。いいんでねーか。あ、あれ。お、あ、お、お。頑張れ頑張れ。お、お。あ、あ、すいません。すいません。すいません。あと重力がね。重力にはヨーグルト。すごいよすごいよ。いくよ。すごーい。かわいい？なんか。かわいいかわいい。でもこれが綺麗。うん、このここが、ほらー、多呼吸、かわいい、かわいい、取っとく取っとく、待って、ここがさ悲惨なことに。食べます。でも食べますか。すごい、ちょっとみかんさん、横こんな感じです。見えるかな、ほらー、飲みかもしれない。美味しそう。それ取っといた方がいいよ。どっち？こっち？こっちか。すごい。じゃあこっち、こっち見て。はい。はい、チーズ。あ、いいね、いいね、いいね。頑張って作った感出てるよ。作った感出てる。何個も取ってあげる。あ、ありがとうございます。作った感。作った感。すいませんね。すいません、ちょっと、ちょっと写真返しますね。あ、どっち？あ、いくよ。はい。はい、チーズ。1枚、はい、チーズ、はい、オッケー、かわいい、食べましょう。ケーキ女子、ケーキ女子です。さあ、実食、実食、いただきま す, きます。ハッピーバレンタイ ン, ン, タイン、皆さんも食べてるつもりでね。うわー、あ、みんなの分よそってあげよう。そうね、うん、皆さん、皆さんも、ここここここね、大きいから一番大きいとこ、ちょっと一応さ、ここに、ここに置こうか。そうそうそう。あ、ちょっと、ちょっと待って。これ。うわ、これ難しい。お、あ、あ一緒に、一緒に。これどうしたらいいんだろう。こっちじゃない？あ、どっちかっていうとそっち。うん、あ、あ、まだ、まだ復活、復活。あ、お、いく、よし、おいし、あ、いい、いい、はい、あ、完璧です。はい、皆さんの分置いときます。食べてください。イエーイ。はい、じゃあハッピーバレンタインということでいただきます。うん、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 おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。初めての味でも、うん、ヨーグルトだもん ね周りが。あー、美味しい。これさ、ココアにしてよかったね、スポンジ。うん、うん、超美味しいね。うん、うん、うん、美味しいです。美味しいです。美味しいです。食レポ美味しいね。美味しいしか言えないね。頑張った、頑張ったね。うん、お腹空いてたからどんどん進む。箸が、箸じゃない、なんだ、スプーン。うん、さあ、みんな食べた感想を聞こう。どうでしたか？美味しいですか？美味しいです。やったね。美味しいか聞かせてください。美味しい。うん、よかった。頑張って作ってよかった。頑張ったね。あ、美味しい。落ちたみかん。あ、ここ食べたくなる気持ちめっちゃわかる。うんうんうん、このさ、こぼれた、これでしょ？そう、わかるよ。うん。うん。うん、加糖でよかったね。確かに。すごかったもんね、これ。どうだった？しょっぱいもの食べたくなるね。やっぱね。甘いもの食べると。まだいける。まだ甘いの。うん、お腹すいたかな。
ふんちゃんでもシュークリーム食べたからっしょちょっと似てるね。ちょっと似てるうーん、幸せだ。全然甘すぎなくてさ、いけるよね。いける。多分フルーツがそんなさ甘いのにしなかったからさ、これ多分バナナだったらさ、結構くどくなってたけどさ、結構ブルーベリーとかさ、みかんとかいちごとか酸味系にしたから合うね。そうで、チョコだし、多分これがプレーンだったら結構甘かったかもしれないね。もうちょっとちょうどいい、ちょうどいいね。おいしい、幸せ。さあコメントも永遠に食べちゃう。え、3万人いってる。うん、これがこれがうまい。うまベラスって書いてあった。サンドイッチさんのさやつだよ。じゃあベラスあのなんかゼロカロリーみたいなあるねやつ。何うまベラスって。なんか美味しいっていうやつじゃん。美味しいって意味じゃない。なるほどね、使おう。うまベラス、うまベラス、いちごが多くね。上等だ、上等。上等っていうの、上等だみたいな。なんかは上等、上々だったねって言わない。ん、あのなんだっけ、ポニョポニョどう、なんだよ、どうした。船作った時にさ、上々だねっていうシーン知らない。ポニョめっちゃ見たけど分かんない。あるよ、あの船がさ、うん、2人で旅するじゃん、うん、で船大きくなる、なんか船で旅するじゃん、この洪水の中、でめっちゃいい感じに進んでる時に上々だねっていう会話、気分上々の上々だな、多分上々だ、いやそうだと思うよ。漢字は上々、上に、え、同じ、うん、上々だねっていう会話。え、知らない、私も。何で今上々って使ったんだけど、なんかその前いちご、あ、いちご、いちごよ、いいねみたいな、うん、愛してるよ愛してるよ、ありがとう。これ今ね、愛してるよって流行ってるよね。流行りかけ流行らせようなんか昨日ブログに書いたんですけど、ブログでカタカナで愛してるよって書いたらこの絵文字が出てきて、でこれなんか I love you って意味らしくて、私知らなかったんですけど、でこうやってメンバー愛してるよって使えるね。うん、皆さんもこれね、絵文字あるからみんな第二のケヤキポーズ愛してる愛してるよちょっとチャラいね、ちょっと黒い羊の期間でさ、やだ、ケヤキ坂46さんですって、イエーイ絶対違うよ、ちょっと違う、やりたい、やりたい、やりたいね。いいね、行きなよ。行くかな、行くか、食べたい、普通に食べよう。でこれプレートさ、プレート半分でさ、半分しない。そうね、うん、バレンタインって私が書いたプレート。おー、うまい。ちょっと待ってね、紅茶飲みたいな。飲み物飲みたいね。水持ってこようか、喋って。また水持ってくるわ。水いい、お茶、紅茶、おー、紅茶、紅茶あったら、うん、なかったら水いい、うん、ありがとう。喋っててね喋れるかな。ほうじ茶、ケーキです。すごい断面図が上手にできました。いい感じです。今ふーちゃんがお茶を持ってきてくれてます。待ってます。
と15分です。15分。うん、おいしい。紅茶なかった。あら、ありがとう。気にしたけどクラムチャウダー持ってきた。違うのなんかしょっぱいの、しょっぱいのいいかなと思って、すごいかなと思って。すごいすごいすごい。え、これクラムチャウダー。じゃあ飲んでみ。い？熱い？え、最高。美味しい？え、なんかね、甘かったのがすべて浄化された。あ、最高。いい。最高だ。ありがとうございます。じゃあこれは口直しで置いときます。あ、美味しい。あ、皆さん食べて。食べてないじゃんちょっと甘いの苦手なのかな見てーな。黒い。はい食べよう。食べますか。切る。またもう こういく。もうこういっちゃう、ね、いつものケヤキ方式で。ケヤキ方式でね。ちょっと私これ食べるよ。おうん、チョコ。うん。うん、ここらをココアパウダーかけてみる？味変わるかもよ。確かに、もったいないしね。うん。それ、うん、あみあみ、腰？腰。かけちゃう。うん。こっちさ、こういうやつだよね。うん。え？こうでいいのか。うん、バッと。ちょっと待って、落ち着け。味変。おお、味変です。お、いいんじゃない。いいね、いいね。あ、悪くない。クラムチャウダー取ってよかった、気に入ってもらえてよかったです。味変食べてみるよ。うん、でもあんま分かんないかな、これじゃ。あんま分かんない。もうちょっといくね。ガンガンやっちゃっていいよ。え、もうさ、したらもうさ、うん、あれもかけちゃわない？あら、もうさ、よいしょ。もう最後すごいことにしよう。最後だし。めでたく。いいね、派手だ。雪って感じ。雪。よい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 。悲惨悲惨悲惨。食べましょう食べましょう。ちょっとそこやっぱいちごさんでっかいのがさいると。うん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 、そんな変わんないね。あ、でも上のチョコね、あると美味しいわ。これ。うん、じゃあもうちょっとこのさ、このいちご大きいからさ一回。すいません。え、チョコ美味しい。本当に。うん、じゃあチョコ、チョコの部分いく。うん、なんか唯一の甘さって感じ、このケーキの中の。うん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 、でしょ、うん、チョコって感じ。うん、わかる、その意味。うんうんうん、甘い部分がほぼゼロや。うん、ココアかけちゃったしね。うんうん、おいしい。おいしいです。幸せな。今 何分やってんだ。そこ時計あるよ。20分。え、あと10分。え、早っ。え、早いね。やば。20分食べてたね。切り口見せて、あ、もうあるか。切り口見せて。そうだ、途中から見に来た人はね、こんな感じです。でもね、あとでブログに載せよう。載せよう、いっぱい写真撮って。いっぱい撮ったから。そうだ、最後言わないとね。黒い羊。そうね、よろしくってみんな、いっぱい聞いてって。いっぱい聞いて、いっぱい聞いて、黒い羊。じゃあ食べてて。うん、言うから。オッケー。オッケー。うん、はい、お知らせです。はい、2月27日欅坂46の8枚目シングル黒い羊が発
売されます。イエーイ、やったやった。そちらの方もよろしくお願いします。ペコペコ、イエーイ。あ、そうだそう、あとあの私事なんですけども、うん、え、違うよ、え、違うよ、違うんですけど、今日の14時から明日の14時までね、個別握手会、その黒羊の募集してて、よかったら来てください。ちょっと私事で、なんか着るやつ書いてるやん、ね、そう、着るやつ書いておりますブログにも、ちょっと載ってるので。今回のあれメインは何、一番すごいのメイン？なんかない？変わったやつ。あ、でも私あの OL さんの服着てみたくて、ん？1回以上だけ OL さんの服着る。ピチーみたいな。ピチーか分かんない。ピチーにするか分かんないけど。何 OL さんの服って何だっけ？あ、でもそっか、大学生だよね。うん、なんか私大学行ってないからスーツを着たことがなくて、あ、女性のスーツね。風吹かとかのスーツじゃなくて、うん、あのその OL さんが着てるようなスーツを着てみたくて、うんうんうん、だから。1回以上だけちょっと味わいたいなって気分を、ね、やっぱもう着ることがしばらくないかもしれないから、そうねっていう。あ、電話。あ、誰？鈴本、もしもし見てんの今？見る、見てない。もんちゃんです。もんちゃん見てないんかい。もう今はね、もうちょっとで終わっちゃう、あとね5分くらい。いいとこで電話して、急いでかけたんだって。ギリギリよ、もうギリギリ、見てないのよ。ケーキ作ったの、後で写真送るね。大丈夫大丈夫って言われても送るわ。あ、切られた。え、早なんて、気まぐれな来ないや。急いでかけたみたいです。今日ね、ショールームやることは知っていたからね、彼女。あと何分だろう。あ、でもあのあれか、あの通りか。あの通りだ。結構たまるね。うん。うん。最後。最後？うん。なんかみんなと話そうと思って。ふーちゃんが明日誕生日で、おめでとう。恥ずかしい。おめでとうございます。誰が21歳じゃ。21だよ。そう、今日ねショールームのあの周りもちょっと可愛くしていただいて。ね、ありがとうございます。かわいい。そうなんです、あのそうなんですって言って、そう、2月ね、明日の15日、もうすぐよ、あと2時間半よ。そうだ、すごいね、もう誕生日ケーキでもあるじゃない。そうだね、そうだ、ありがとうございます。あのバレンタインデーの次の日と覚えていただければ光栄です。21歳になります。まあ変わらずね、変わらず私らしく生きていきます。21歳、なんか挑戦したいこと。挑戦したいこと。何？挑戦したいこと。あ、ただまだ、あ、まだ挑戦したいこと。うん。21歳か分かんないけど、うん、あのね、モニュメントバレーっていうとこに行ってみたいの。絶対分かる。あの、アメリカかなんかにある、うん、よく海外の映画とかに出てくる、はい、あのさ、茶色い山がいっぱいあって、はい、一本道があって。ハリウッドじゃなくて？あ、ハリウッド。なんか一本道があって、うんうんうん、で車をこうオープンカーとかでそこバーって行くっていう、あら、めっちゃいいなって。モニュメントバレーっていうっていうのをこの前初めて調べて見つけて、うん、いつか行ってみたいなって。オープンカーとかでさ、ちょっと気持ちよさそう。いいね、オープンカーでね、周りがもうね茶色い山だけなの。山なの。そう、後で見せる写真、あの、ね、絶対見たことある。よく海外のね、映画とかで。行けそう。いけるかな、いつかね。でも車は運転できないと結局そうだね。そうそう、それができないから、まあ遠い夢。遠い夢だね。夢、いつかって感じ。免許取りたいな。そうだね、みんな言ってるね、うん、みんな言ってるけど、いつかね。あ、あとちょっとかな。ううはあ、そうそう、グランドキャニオンっていうのも似てるのかな、なんか見た。あ、ね、山だよね、それは。そうそう、マリオカートとかに出てくるね、グランドキャニオンみたいな。あ、グランドキャニオンじゃないっけ、なんか出てくるね、そういうコースみたいな。ある、あるある。そう。マリカニ。うん。
バレンタイン終わりますよ、2019年も。あと2時間ちょいで終わっちゃうね。バレンタインで終わってしまいますが、みんな楽しめたかな。今日どれだけのカップルができたんだろうね。いっぱいそうじゃない今日が。今日付き合ったって人を、いそう。今日実は付き合ったって人を。早いな。あ、はーいって。すごい、ちょっと待った、ちょっと待った、はい、ほとんどだぞ。嘘だまあでもそんなね、幸せな、いるよ、お話ができるね、日ということで、ね、よかった、みんなと過ごせてね、楽しかったね、美味しかったし、まだね、来年もできたらいいね、うん、もっとさ、クオリティ上げてさ、なんだろうね、タコパ、うん、タコパタコパ、この前2でね、タコパしようって、タコパでも甘いのできるしね、確かに、タコパタワーみたいな、タコパバレンタイン、タコ、いいね、タコパタワーで、うん、またさ、バレンタインね、プレートのせれば大丈夫、バレンタインになるから、なんかシュークリームでそういうのあるよね、あるあるある、あとロールケーキとかね、あ、よいよいよいよし、私はね、来年もできたら、みんな見に来てね、うん、お、あ、お、まだ意外と2分、え、クラムチョウだ、飲み切った、嬉しい、嬉しいんだけど、なんか、なんで私が嬉しい、よかった、いや、なんか好きかなと思って、好き、しょっぱいの好きじゃん、そうね、クラムチョウだったからちょうどいいしょっぱさだった、ちょうどいい、このね、甘いのとね、はは、なんかポーズ、ポーズして、愛してる、愛してるポーズ、愛してるよ、スクショタイムだね、あのポーズってなりそう、え、これさ、ニコ、あの矢沢ニコちゃんじゃないの、ニコニコ、あ、ここやつ、うん、愛してるんじゃない、そういうことか、はぁ、そういう意味だったんだよ、これで撮っとこうじゃん、なるほどね、そういうことか、ぽいぽいぽい、愛してるよ、なんかね、 I love you ってなってんだって、これで I love で Y なんだって言ってた、それメンバーが、なるほどね、他の本とか確かになってる、なってる、で、じゃあもうそろそろかな、そろそろだね、じゃあお開きか、お開きだ、片付けの回で、片付けだ、そうだ、こっから残り2時間半のバレンタインも楽しんでください、楽しんでください、暑い夜に、暑いあれございました、見に来てくれて、ちょっと待って、ドテキス、あれ、うん、いけ、頑張れ、いける、じゃあね、バイバイ、うん、頑張れ、う